ジャンク TV です。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画はパソコンの動画でございます。これね、一昔前まではですね、一家に一台多分あったんではないでしょうか。デスクトップ型のパソコンでございます。ね、Windows 7、 これ Windows Vista、これ XP ですね、これね。で、その他にもこちらね、一体型のパソコンですね。液晶と本体が合体してるやつですね。これもですね。はい、で、こちらがノートパソコンですね。ノートパソコンはこの液晶のね、画面が割れてなければそこそこの値段で買ってもらえます。これ大丈夫ですね。よいしょ。これね、わかりますかね、割れてるんですよね、これね。こういうものもあったり、これも割れてないですね、大丈夫ですね。で、こちら基板でございます、ね、いろいろ種類あります。この辺りを今回はですね、売りに行こうと思います。で、まあ、買い取ってもらうんですけれども、もうここはね、あの有名なハードオフさんで一度ね、見積もりしてもらおうと思います。で、まあ、貿易でね、売ることも可能なんで、どちらがね、お得なのか、その辺りを今回やっていこうと思います。で、ハードオフさんのこのパソコン関係の買い取りの基準、この辺りね、ちょっと私わからないんですけれども、貿易であれば、形あれば値段がつきます。使えていてもね、使えていなくても価格がね、一緒でございます。あの、非常にね、あの売りやすいです、貿易の方は。で、なかなかね、貿易業者さんね、一般の方はなかなかね、知らない方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、いろんな地域でね、パソコンの貿易買い取りされているはずです。ぜひともあの探していただきたいところではあります。まあ、ハードオフね、有名なんでね、安心感はありますよね。この安心を取るのか、買い取り価格で取るのかは、視聴者様のご判断というところではないでしょうか。はい、前置きが長くなりました。ということで、今からね、売りに行こうと思います。はい、ということで、やってきました。こちら、みんな大好きハードオフでございます。で、こちらの方ね、一体いくらで買い取りしてもらえるのか、一旦ね、査定の方をお願いしに行こうと思います。ドゥドゥン。見積もりするまでもなかったです。まあ、聞くところによると、100円とか200円しかつけれないって言われました。非常に厳しい金額です。これね、一点一点ちょっと見積もりしてもらおうと思ったんですけれども、するまでもないですよね、100円200円。いやー、ちょっとハードオフきつかったですね。やっぱリサイクルショップってやっぱ激安ですね。もうこのまま直行で貿易の方行きたいと思います。ハードオフ残念。ハードオフね、行ってきたんですけれども、少しね、これちょっと話になりませんでしたね。100円200円ですよって言われました。まあ、それ以外にも、あのハードオフさんの店員がね、めちゃめちゃふてこかったんですよね。あの、せっかくこうトラックにね、40台ぐらい持って行ってるんであればですね、1回ぐらいちょっとね、目視でもいいんでね、確認はしてほしかったです。まあ、忙しいのかもしれませんけれども、もう安いですよ、何百円にしかなりませんよみたいな、で見てもくれないし、ちょっとね、態度もね、良くなかったな。あんまり言うとね、まあ、ハードオフさん的に回しちゃいそうなんですけれども、まあ、みんながみんなね、
そんな感じではないことを祈ります。あんまりハードオフね行かないんでね、ちょっとわからないですけれども、もう少しね、ちょっとまあ親切な対応であることをね願いたいと思います。ちょっとね悲しい気持ちになりました。で早速もうハードオフなのか貿易なのかどっちが高いねんっていうね検証動画だったんですけれども、もう序盤の方で、ハードオフダメになりました。さすがに100円200円ではね売ることができないので、今から貿易業者さんの方へ行ってね査定してもらい、で買い取りもねもうしてもらおうと思います。はい、ということでパソコン関係ね全て売ってまいりました。で皆様が気になっている金額の方を発表したいと思います。まずパソコンの本体、デスクトップの本体ね、こちら全部で40台ございまして、1台あたりの単価こちら1000円です。トータル4万円になりました。素晴らしい。ハードオフさん100円200円って言ってましたけれども、こちらね貿易1000円なので100円やったらねもう10倍ぐらい高い金額でね買ってもらえるということでございます。はい、もう少しハードオフさん頑張っていただきたいところではございます。でノートパソコン、こちらね4台ありました。で、金額ねこれ4台とも実は画面割れしておりました。表面上割れていなくても中のね液晶割れというものがございます。なんかシュンでくるんですね、中が割れて。なのでノートパソコンすべて画面割れ、1台あたり200円です。なのでトータル800円。はい、割れてなかったら1000円ぐらいね言ってたと思います。であとは一体型、液晶と本体の一体型パソコン、こちら大きさによって金額違います。17インチの大きい一体型のパソコン、こちら1台で500円。で残りは、それ以下ですね、小さいモニター17インチより下のモニターで1台200円の3台なので600円。で最後パソコン基板、こちら 1kg あたりの単価が650円で買い取りしてもらいました。で重さが 4kg、 トータル2600円でございます。はい、で今回ね売ったものすべて合計しますと44,500円でございます。ありがとうございます。はい、まあ僕もね買い取りでね仕入れてますんで、4万円すべて利益ではございませんので、その辺ご了承いただければと思います。であとねここになかった普通のね液晶モニター、これも画面割れなければ500円ほどで買ってもらえます。はい、皆さんね知らなかったらこうお金払って処分しているもの、実はねパソコン関係すべて売れますので、ぜひともね貿易屋さん活用していただければと思います。はい、今回ね、まあ、短くさっくりいきますけれども、最後までねご視聴ありがとうございました。はい、またねちょっと考えて動画上げていきますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。